いらっしゃいませ、ダンディセカンドハウスへようこそ。バーテンダーのジュンです。今日もカクテルを作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、本日使っていくお酒なんですけれども、アマレットリキュールを使いたいと思います。はい、アンズのお酒ですね。甘口でとても美味しいリキュールなんですけれども、こちらを、少し使っていきたいと思います。いっぱいはね使わないんですけれども、で、こちらを加えていく、材料ですね、アマレットリキュールを加えていく、材料がですね、ホットコーヒーになります。そう、今回はねホットコーヒーがメインになりますね。ホットコーヒーに、アマレットリキュールを少し加えて、混ぜて、完成というカクテルになります。でいつも飲む、ホットコーヒーがちょっとこうワンランク上の、味わいになって、とても美味しいカクテルになりますので、ぜひぜひ興味がある方は作っていただけたらと思います。で、本日作るカクテルがアマレットカフェになります。それではね、早速作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速作っていきたいと思います。で本日使うお酒がこちらになります。じゃじゃん。はい、アマレットリキュールになります。甘口でね、とても美味しいリキュールです。アンズの香りがとてもいいですね。はい、こちらを使っていきたいと思います。このね、リキュール、いろんなカクテルに使えますので、1本持ってておいてね、損はないんじゃないかなと思いますので、興味がある方は酒屋で探してみてください。はい、で、こちらをね、合わせていく、こちらを合わせていく材料が、こちらですね。はい、ホットコーヒーになります。ちょうどね、マグカップ1杯分なので、はい、こちらを使って、まずコーヒーをね、注いで、で最後にアマレットリキュールを加えて混ぜて完成っていう風になります。なので、今回使うグラスはこちらね、普通のマグカップを使いたいと思います。はい、これ、ね、僕が結構好きな分ですね。ちなみに皿もこれですね。で、いつも実際このカクテルはですね、アイリッシュグラスっていうのを使うのが一般的ではあるんですけど、すいません、残念ながら僕がちょっとアイリッシュグラスを用意はできなかったので、こちら通常のね、マグカップに入れて作っていきたいと思います。はい。で、いつもであればですね、ここで、グラスに氷入れて、材料入れて、ジュース加えて作るんですけど、今回コーヒーなので、まずは、コーヒーを、ついていきたいと思いますので、少しお待ちいただけたらと思います。それではコーヒーを、ついていきます。はい、それでは、続きをね、やっていきたいと思います。コーヒーがね、注ぎ終わりましたので、はい。こんな感じでコーヒーが入っております。見えますかね、コーヒー。よくよく考えるとですね、マグカップにしてしまうと中が見えませんので、とてつもなく動画には不向きだなと、今注ぎながら気づきましたが、そこはね、ご容赦いただけたらと思います。早速ね、続きをやっていきたいと思いますけれども、こちらね、リキュール、お酒の方を加えていきたいと思います。このアマレットリキュールは、大体10ミリから15ミリ程度入れていきたいと思います。表記、レシピでは、このティースプーンが大体2から3杯分、というふうになってますけども、大体、このティースプーン1杯が5ミリぐらいなので、2から3ということで、10から15ミリぐらい。なので、僕はちょっとね、もうこのメジャーを使ってやっていきたいと思います。なので、12、3ミリぐらい、間を取ってやっていこうかなと思います。はい、これぐらいですかね。ここに入れていきます。そして、お酒を。よいしょ。直して。で、最後に、じゃあ混ぜていきますね。もうマグカップの凄さですね。何も見えないっていうね。はい。で、あれしっかり混ぜれば完成になりますね。よいしょ。はい。ではこちらで、アマレットカフェの完成になります。ちょっと行儀悪いけど、はい、もうさっきとほぼほぼ何が変わったんだって話ですけどね。はい。実際動画では伝わりませんけど、匂いはだいぶ違いますんでね。はい。作り方だけ見ていただけたらいいかなと思いますので、こちらでアマレットカフェの完成になります。結構ね、通常の、ブラックコーヒーが、やっぱ甘口になっていきます。ただ、砂糖とかミルクとか、そういったものの甘さではなくて、こちらのね、アンズのお酒なので、ちょっとこうね、アンズの甘い香り、通常のコーヒーではなかなかね、味わえないカクテルならではの香りの、
するカクテルになりますので、興味がある方は作っていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、個人的にはね、やっぱりクッキーとか、まあビスケットとかと、まあ、一緒にね、飲むととてもいいんじゃないかなと思います。それではね、本日はこの辺で終了したいと思います。明日またカクテル動画でお会いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。失礼いたします。